論理的思考とは何か。アインシュタインが光のエネルギーを量子化したことによって、このプランクの式に見事な物理的意味を付与したように、ある事象に対する仮定を導き出される。ギャルが多いな。一切の矛盾を払う明晰な思考。全く論理的に思考するためには言うまでもなく冷静な分析が必要だ。思いつきや勘だけで答えを出そうとするのは間違いの始まりだ。だってよ。では次に、私に相手を教えて。